サブチャンネルの更新になります。えっ、ー、と、今回はですね、長谷川玲奈さんのラジオ、会いに来なせやをね、あのずっとあの最後までというか、最新話まで聞きましたので、そちらの方をちょっと話させてもらおうかなと思います。あのですね、ぽんちゃんの長谷川玲奈さんのニコ生というか、チャンネル、ニコニコ動画にあるぽんチャンネルというのに入るとですね、あの、ラジオのアーカイブが聞けるということでございまして、えっ、ー、とですね、もともとディレクターズカット版みたいな感じ、無編集版みたいなやつ、 以前のねズっちさんとやってたラジオとかではよくあったんですが今のラジオでは基本はそういうのは情けですかねであの空の青空さんと奥ンさんねあのニコ生でもおなじみのお二人でございますけれどもあの空の青空さんがあの電波組インクにね加入されたということでいや素晴らしいですねお忙しくなるのではないかなと思います。あの長谷川レナさんの 周りの人たちはすごくいろいろとあの運気が高まっているような感じが私としてはしておりまして多分あの山口真帆さんとか菅原莉子さんに関してもおそらく長谷川玲奈さんを、ね、味方につけたから運気が上がったんじゃないかって思わせるほどにねすごいあのポジティブなオーラを持っている人だなと思っているんですよね。だから、 まあこれはねポンちゃんのファンだから思っているある意味妄想ですけれどもあの空の青空さんがねあの電波組インクに入れたのももしかしたらポンちゃんの,あの,影響の影響で運気が上がったからなんじゃないかなって思ったりしますかね。同居しているあのクロコダイル事務所の先輩声優小坂井百合恵さんに関してもですね あの4月からねあのぽんちゃんがその友達役で出ますけれども初の主演でねアニメで主演ということでねこれももしかしたらね長谷川玲奈さんをね近くにというか一緒に住んでいるぐらいですからそりゃ運気も上がるんじゃないのかなっていう気がしてますよはい <laughs> そうですねで奥ンさんにしてもね 多分あの、長谷川玲奈さんがね、すごく、あの、奥満さんを信頼しておりますので、多分、本当に、あの、長谷川玲奈さんのファンの人たち、私も含むですが、奥満さんっていう芸人さんを、もともとは、あまり知らなかった人がほとんどだと思うのですけれども、でも、あの、この,この度というか、ラジオとか、ニコ生でね、まあ、もともとは、ニコ生の、三国史講座というところからね、来てですね、あの、ポンちゃんの長谷川玲奈さんが、三国史があまり興味がないというところから来まして、 そっちの方はもう頓挫してね多分このままお蔵入りなんでしょうけれども。 まあでもね、ラジオで準レギューとして、奥満さんも出ましてですね、なんかね、場合によっては、奥満さんのライブとかもね、ポンちゃんのファン、長谷川さんのファンなんかが見に行ったりなんかするような状況だったりね、いろいろと面白いことになっているなと思うところでしてね、まあそういうわけで、長谷川玲奈さんはね、運気を上げる人なんだろうなと思っているんですね。はい。だから、あの、長谷川玲奈さんのファンである、ね、私も含め、皆様方も、まあ皆様方って言ってますけれども、 たぶんこのサブチャンネルに関しては、マホさん、リコさん、あのポンさん、ポンちゃんの,あの、マホリコポンのファンの方、あと、あゆささんのファンとかね、まあ、NGT48 卒業組のファンの方が多めなのかなと踏んでおりますんで、そういう話をしておりますね。 いやであの3月14日は、えー、それから3月15日はあの長谷川怜奈さんが、まあ、生誕祭的な感じの、ね、ものだったり両方ともあの名優菅原莉子さんゲストで出られるというねあの、配信チケットならね、まだ買えますからね、あのオンライン化というのもね、あの進んできまして。 まあ残念なところもあるんですがオンラインということができることによってこう気軽に、ね、自分の家でそういうものに参加できるっていうのも、まあ、可能になったというのがあってまあいたしかゆしというべきでしょうかねオンライン化の弊害もありますがまあ良いところもあるんじゃないかとだからなるべく良い面を見ていくようにすればねそういうのもまあいいと考えることもできるということでございますね。 はいえー、ではまたねサブチャンネルの方では長谷川さんとか、えー、山口真帆さんそして菅原莉子さんとかの話もしていきますので、えー、よろしかったらこちらのサブチャンネルでもメインチャンネル同様にチャンネル登録をお願いいたします、えー、では失礼いたします言いたいことは今日言っておくクランパンパースでした